Welcome to Shiri ちゃんで、どうもシリです。バトルフォン、ちょっと今回スナイパーライフルを外してみようかなと思っていたりします。ちょっとこれが私が引き気味になっちゃうので、スナイパーライフルを外して、かつ、あ、武器は変えられないのか。で、いや、変えられる。インファイトに特化してみようかなと。やべ先生、非常に優秀な武器なんですけど、あれを狙いすぎるがために、ちょっと受け気味になってる傾向があるので、あー、間違えた、危ねえ。危ねえ。何やってんすか。ここは、脳筋特攻ピュー、あめにーバカだ。アホだ。それやりすぎちゃうんすか。あ、それシールドあった。なんかね、流れ良くないですよ。あ、でもあんなところで届かねえって。え、今の知らないの？どんだけ？あ、いで。多いな。敵さんだらけですよ。いいねー、いい動きするねー。イエス。ノーキノーキン。ノーキノーキン。なんか若干怪しい気がしてきたな。様子を見ましょう。連射系が大量になって前に出ると必ず食らうっていうのは、まあチートのケースが結構あるんで、オートエムね、まだまだ分からない。で、極端にスコアがああいうのでしょ。お前、おう、ベータでそんなやめろよみたいな感じです。いや、いるんですからね。まあだけどまだ確証ないです。見て、スナイパーでしたね。
かよ。今の開けてね。おい、ちょ。ピング表示欲しいよね。そしたらそれに合わせてやることができるんで、結構ピングによって影響ありますからね。この最中は殴るしかできません。ダメだった、取られちまった。残念。ああ、そっちかい。遠いな。捕らえる。ああ、全然減らしてない。10。ああ、だけど一発だった。いまいちですね。いまいちとしか言いようがない。ナイス。それにショットガンとか出てくるんですかね。あれ、この手の、おお、マジかよ。俺にも、Jピングで戦いたいぜ。あべ。厳しい試合になっております。ナイス。一個ぐらいは取ろうじゃねえか。はい、もっとか。やったーん。いや、ちょっとおかしくね。正直。ここまで極端なことにはならないですからね。まあ、これはグレーですよ。だって見えてんだろ、どう考えても。今の出方、俺が出る前に打ってたからな。絶対見えてるわ、ウォールハックかなんかだよ。いや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 。おぉ。おい、やめろって。お、ベータでそう。あく、多分、ベータで試して本番でやってるやつはいますよ。ベータで、ね、動くかどうか、そのツールを動くかどうか確かめて本番でやるみたいな。もしくは完全にベータだから愉快犯的にやるのはいますけど。
まあ FPS はね、それ防げないからね。防げないからね。残念ながら。いやね、50はね、ないよ。もうちょい賢くやれよって感じですけど。本当に。まあ、どのゲームでも出会ってますからね。コールオブデューティーシリーズもいますけど。まあ、その辺ね、リーグオブレジェンドとかよくできて、本当にね、よくできてると思うんですよ。極力そういう不正であったりとか、そういうのをなくすような動きを、不正とかなんか、ノーマナーのルールとかを、いや、スポーツマンシップでやりましょうっていうのをすごく推してるんで、まあ、あれは残るよなーって、この辺はダメだ。残念ながら。まあ、ぜひですね、この辺は、ただ、製品版でもいるからな。この辺、プログラムっていうのはバグがあるんで、そこをついてくるプレイヤーは必ずいます。まあ、ぜひ、残念ですよね。せっかく面白いに、ああいう、まあ、本当かどうかわかんないですよ。確証はないんですけども、まあ、怪しいよねっていう感じです。怪しいよねっていう。確証ないから私が勝手にそう思ってるだけです。ただ、それはそれとは別にそういうのもやっぱりいるのはちょっと残念ですね。仮にそうだったとして。そんな感じで10月12日の、これなんだ、スターウォーズバトルフロント。ちょうど11月7日に発売。それと同じく、コールオブデューティブラックオプス3が非常に合わせて発売っていうのがですね、毎回やってんだよな、合わせてやるんですよ。発売日を。分けりゃいいのにと思うんですけど、合わせてぶつけてくるっていう。食い合ってますね。まあ、どうなることやら。そんな感じで、まあ、今回ちょっと残念でしたけども、ゲーム自体は非常に面白い。で、単なる、コール、ティームデスマッチではなくて、オブジェクト制なので、攻めなきゃいけないっていう要素を、追加しているので、結構攻める。ただポットの落ちてくる位置が割とランダムなんで、それでおいそれねえだろっていうことはあるんですけども、まあ、ひたすら戦うだけじゃないので結構新鮮だと思います。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。